皆さんこんにちは、森有です。はい、今これはですね、前回の動画を見ていただかないとわからないと思うんですけれども、脱色なのでございます。今回ですね、今実際ね、1個だけ置いてあるものがあるんですけれども、それを2個目買ったので、それはまだねレビュー1回もしたことなくて、で超便利グッズなのでみんなに知ってもらいたいなと思って紹介したいと思います。ということで届きました、アマゾン。こんなに段ボールでかいと思わんかったんからさ、びっくりしちゃってさ、でかくない、収まんねーみたいな。アマゾンです。じゃーん、わかります？知らない人は本当知らないと思うんですけど、シャワーのフックに差し込んで収納がめっちゃこういっぱいできるっていう便利グッズなんですよ。でステンレスシャワーラックで、これ2段のやつで、私うちに今あるのが1段のやつなんですけれども、今からちょっとお風呂に行きたいと思います。上の方がね開いてんの今、だからね、そのもう1個欲しいなと思ってて頼んだんですけど、もう1個の方は1段だけだから、ちょっとね使いづらくて、2段あったらねすごい楽だなと思って、刺す部分がこういう感じになって、え、何なんすか、壊れた、できた、はい、こんな感じになって壊れる、え、何これ、いいんだよねこれで、え、何、壊れるんだけど、え、何何何、本当に何、怖い怖い、あ、大丈夫だ、大丈夫大丈夫、よかった、びっくりした今。はい、ということでお風呂にやってきました。で今上の段が空いてるんですね。で下の段にですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、こんな感じで刺さってるんです。で1段のやつがね刺さってるので、この上の段に刺していきたいと思います。これどうやって刺すんだろうね、こうこういうことよね、要はね、え、待って、ねえねえねえ待って、ねえ、事故、あ、できたできたできた、 OK、 これで OK なんです、これで OK、 ほらで外れないし、シャワーの今かかってるやつは、まあ、ここに刺せるので、もうすごい便利。置いて、それでもさ、もう結構入るわけよね。だからこの後ろにもうシャンプーリンス系ですね、こう表面で置いてもそんなに、もうこうやって使って、で下に洗顔、結構このスクラブとか、これはアロエシオのボディーソープとしても使えるスクラブになってるんですけど、いつも こっちの棚に置いてたんですけど、これよく使うので、ほんとここら辺にこういう感じで置こうかなと思います。 あとはここに業務用のね使ってるリンスがあって、これちょっと置き場がなくて困ってたんですけど、下に置いてたんですけど、ここに置いてリンス使うので、まあこんな感じですね。でも重量はそんなにガタンってこう落ちたりは特にしないから大丈夫だと思います。こんな感じでこのシャンプーとかも置けて、まあ、この裏もね全然ほら余裕があるから、全然ここなんか置いてもいいと思いますし、こんな感じで綺麗に収納ができます。はい、ということで、ちょっとすごくこの街な感じの時に撮っちゃったので、すごく雑感が半端ないんですけども、はい、私のバスルームはこんな感じになっております。また引っ越したら引っ越したでまたね違う感じに、まあこれは使うんですけど便利なので、よかったら皆さんお風呂のシャワーラックみたいな感じでやったら出ると思うので、ぜひ見てみてください。それでは森有でした、バイバーイ。